ここで残キャップをしたって、そこから、ね。一回ね、タイムラプっていう、あれも、なかなか長めですけどね。ここもクリアしてるんだね。これ難しかったな、なんか。行っちゃったんだ。もう覚えてないわ。なんか、やったの覚えてるよね。ここなんかあったね、なんか。もう全然覚えてないけどね。そうなのね。さっき収録してさ、もうやってんだよ。20分ぐらいやったんだよ。クリアできなかった。中間すらないでやん。ということで、もう一回やり直しっていうか、もうそれはさすがにあれを、あれでアップできないわ、さすがに。あれではアップできない。さすがに。こんなとこ行っていけないでしょって。まあでもアクションゲームってでもね、覚えねえだな。要するにさ、最初はできないけど、やっていったら出てっていうのは、だいたいこうなるからだっていうんで、車の運転でもそうやね。もう上に、これを見てない人はわかんないと思うけど、帰りしにね、ちょっと待って、危ねえ。帰りしに行くとこだね。面白い。見てきてください、これ。面白いから。だいぶ、うまくなったね。もう死にまくってたね、これ。もう本当に死にまくってて、ね、さ、これじゃいけないと思って、こう終わる。うまくなったからね、でも。ガチ勢じゃない。でもなんかね、ずーっとほら、スーパーマリオ64もそうだし、なんかさ、同じゲームだね、いろんな。人がいっぱいあってさ、もう、このゲームはもういいやっていうのさ、なんか、もう、ここ新作だからね、多分ほとんど見てる人いないし。あ、そう。んで、このゲームね、収録っていうか、オンエアされてますからね、結構食いつきも良かったね、なんか。してるのかな。あ、これ、飛ばなくていいから。あ、なんか上にあるのこれ。ないね。よいしょ。もう最初ね、このお店ここまで行けなかったもん。なんか収録しながら20分、頑張ってたの分かるでしょ。もう覚えげだよね、なんか。覚えげでできないやつは、こっちから行くか。よっしゃ。で、どうせ落ちなくちゃいけないのか。次が難しいんだよ。次、危ないって、危ない俺、どこまで来るんだよ。危ないって、もう、無理。なんだ、あれが入ってますよね。あれって言ってわからないな。ちょっと映画のなんか、あれ言おうと思ったんだけど、思い出せない。これもね、こうするんだよ。よしよしって、結構余裕あるからね、ここ。最初行った時焦ったよ。どこでさ、飛んときないな、羽だから。ここは焦ったよ。これでもなんかあるんじゃないの、多分ここになんかあるよね、これ。どうするの、これ。お
しよしよ、なんとかいったー。あー、もうやめどうすんのさ、お前らさ、よろよろよろしてさ、死ねよお前ら。危ないって、危ない。え、もういいよ。焦った、あれ言ってたらもう死んでたわ。あ、これで5分か。どうして5分ふわ。あの全パート収録して、あれあれだって、別に失敗だな。なんかもう嫌なんだって、そのなんていうの、うまい、もういらないよ。いやー、もうこれでやめたいぐらいだわ。なんか難しいからさ。うーわ、2つだって。今日2つ無理だな、なんか無理。最低2つで、あの収録しようと思って無理だわ。なんかだってこれをもう振るかっぱとさよ。まあさ、あれなんか脳みそうまいこと、うまいじゃんと思うでしょ。あれ全パートでやってんだよ、あれ全パート後でね。もうボツにしましたけどね、さすがに。ひどい、これ運命結構簡単だよね、このゲームって。結構海の面も簡単だよ。あ、これ下から行かないからいけないのかな。危ない。おお、恩恵受けてますね。だから緑と黄色の恩恵って結構すごいよ。結構ね、出てちょっと真剣にやるわ。もうこれ危ないって、危ないって。あー、そこで切れる。あー、危ねえ。これどうするの。今日でもね、の面はね簡単にできてる。なんかね、あのなんかね、お化け屋敷とは長いくんだよ、遠い。あの鳥でとかさ、長いんだよね。ほー、なんかあのあれだよね、あのなんかこんなあったよ、あのなんかあのこうロープがあのかかってて、でその先に行ってさ、なんかこんな面あったよね。なんかこのさ下がこんな面なんだよ。うわ、やべえ。その、なんでよ、その、容赦なく撃ってくる。うわぁ、羽か、羽じゃない。なるほど。これ、ヨシの、あれで、クニュンってなるんじゃないの？どう、いつ行くんだって。いつ行くんだって、もう、ないなぁ、もう。おーい、死にたく、痛くない、痛くい。あー、くそ。はぁ、でも中間切ったでしょ、確か。あー、しんど。やっぱ、このゲームは死んでると、やっぱ難しい。まあ、そこそこね、実力もついて楽しいけどさ。難しいよ。よし、あるじゃん、よし、そこ、全然。よしってさっきだったんだから。これよしはつぶつぶ、あ、いるじゃん、いるじゃん。ちょっと戻ろうか。あー、食べろ、いいね。あ、羽根までパタパタできるんじゃないの。あ、
るかっていうと、中間くらいだったっけな。でもどこも朝は、オッケー。どこだったっけこれ。これ難しいね。難しいなぁ。ほー、これどうすん、これどうすんだろうね。誰かもう教えてください。これどうするか分かんない。こんな、え、痛い。あ、その失礼、もうクリアします。お、よし来たか。よし行こう。やばかな、これもうな、あのよしゃしゃなんだよ。よしゃがないんだな。もう出しまくりって感じだからさ。でもあれどうやるんだろう。かかんないわ。もう教えてください。なんか、見てる人いたら。お願いします。もうコメント拾ってシャッと、戻すかすから。次とごめん。いえー。ああ、もうしょうがない。とりあえず上に逃げて、お前こと言って、来てる。まだ生きてる。死んだと思ったけど、来てる。来てる。よし、来るか。お、来たか。あー、完璧じゃん。完璧。天才。ここは怖くないんだよね。食べるから。これなんかヨッシーってほんとすごいよね。その一回も無敵っていうか、ヨッシーは逃げる。また伝えたら、またね、ランキングあげたから。っていうか、この場所な、鍵のある場所も分かったんで、ちょっとやり方分かる人、すぐにっていうか、コメントでビャーってください。分かんないわ。いやもうこれ、やめとこうか。なんかもう、疲れた。もう13分でもいいんだよ。どうせ長く、あれするよりもさ。まあ上の目はまあ、簡単だったね。これボーナスじゃないよ、多分。一応、4か下行くのか。へぇ。なるほど。これ多分左に行くんだね。橋もだって。一応、今回、ここで終わりと思いまーす。はい、はい。次回に続きまーす。